ははいいおはようございますすキャプテンスのバイブルトークです、えー、今日は10月の19日月曜日、えー、エレミア書25章になります。25章の1節から14節。えー、エレミア書ですけどもこれ25でだたいねこう前半が終わって26から後半戦が始まるっていう感じになってるんですけどもじゃあどこで切れるかといいますと、えー、こうですね。この 王様はね、エレミア昭和エレミアの時代というのは王様はヨシヤエホアハズエホヤキンエホヤ,エホヤキムエホヤキンゼデキヤとね全部こう関わってるんですけれども、えー、一節からちょっと読んでみるとこんな感じですね。 ヨシエの子ユダの王エホヤキムの第4年すなわちバビロンの王ネブカデネザルの元年にユダの民全体についてエレミアにあった御言葉ということでネブ,カネブカデレザルバビロンのネブカデレザルが即位したその元年これがすごく一つの、ね、ターニングポイントになります。それはどの時代かというとユダの王はエホヤキムの時代でした。えー、でユダと えー、エレサラムの全住民にエレミアがこれを語ります。えー、アモンの子ユダのヨシアの第13年から今日までエレミアが予言を始めたのは、えー、ヨシアの第13年、えー、これがね、えー、何年だ紀元前627年かな627年か、えー、まあそこから今日まで、えー、それが 紀元前年、エホヤキムの4年です、ね、ちょっとややこしいがいいですけども23年間私に主の言葉があり私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのにあなた方は聞かなかったつまりエレミアがそのねえよしあの時からその王様変わってねえー、エホアハズエホヤキムの時代になってその間ずっと語ってたんですけどもその間やっぱりユダヤの住民は聞かないということで えー、耳を傾けることもなかったとでそれだけでなく4節見るとそんだけじゃねえとエレミアの前にも何,何人も預言者を送ったんですけどもユダにもイスラエルにももうど,どこまで遡るか分かりませんけどもとにかく預言者を送っても送ってもお前たちは聞かないと、えー、そこで手話を仰せられた5節にいきますね。 さおの々の悪の道からあなた方の悪い行いから立ち返り主があなた方と先祖たちに与えた土地でいつまでも常しえに住め他の神々に従いそれに仕えそれに拝んではならないあなた方が手で作ったものによって私の怒りを引き起こしてはならないそうでないと私もあなた方に災いを与えると偶像礼拝に対してですねでなんせそれでもあなた方は私に聞き従らなかったということでえまあ今までのまとめというかいつも言っていること同じなんですけども あなた方が私の言葉に従わなかったので私はついにこう旧説から北のすべての種族を呼び寄せると北の種族を呼び寄せるそれはバビロンだということですね。私のしもべと言いますえユダを滅ぼすために用いられるしもべとしてバビロンのネブカデネザルを呼び寄せてこの国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせる。 これを成立して恐怖ととととししある永遠の廃墟とするとありま10節彼らの楽しみの声喜びの声花婿の声と花嫁の声気球する音とともしみの光すべてをこう楽しそうなことねすべてを消し去る」。11節この国は全部廃墟となってあれはてこれらの国々はバビロンの王に70年使える」ということでこの「70年」という言葉がここで「 出てきます「7」っていうのはこのね完全数っていうことでも絶対にそれが起こるって意味もあるんですけども同時にこの「70年」ってね実際に「70年」っていうのがあるって、えー、それはあの数え方によってね2種類あるんですけども第1回最初の「バビロン」補修が紀元前605年、えー、これダニエル書にも書いてありますけどもそこから数えるとすると「 その終わりが来るのは、クロス王、えー。このペルシャのクロス王によって、バビロンから解放される。それが紀元前五百三十九年。そうなると、ね、正確には六十六年間。七十というよりも、六十六。視野を入して七十なるんですけども、これ、七十に合わせようとすると、どうなるか？と言いますと、スタートが、えー、バビロン。補修の最初のところ、六百五年でなくて。 年その時何が起こったかといいますとヨシア王が死んだ年なんですねヨシア王が死んだ年から数えるとちょうど、えー、70年になるそうです、えー、ペルシア王クロス王がね解放したのが539年まあどっちでもね別にいいと思うんですけども大体でいいと思うんですけど70年そこに仕えて補修にあってでもその後 解放されるよってこの予言すごいと思うんですよねあのー、まさかだってペルシアのクロス王も変わってますよね旧約、えー、聖書の中にはクロス王がそれを神様からメッセージを受けたそのために、えー、イスラエルを解放したっていうのが聖書の中に書かれています、えー、そして70年の終わりに私はバビロンの王とその民主の御告げまたカルデア人の血を彼らの戸賀の上に罰し これを永遠に荒れてた地とする。私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミヤが万国について予言し、この書に記されていることはみんなこの地にもたらすと。予言がすべてその通りになると言います。エレミヤの預言というのは、ユダに対するものだけではなくて、万国、世界全体に、それぞれのいろんな国に対しても予言しています。そのすべてを果たし、最後はその神様に用いられたバビロンをも滅ぼすという予言がここに書かれています。 多くの国々と大王たちが彼らを奴隷に使い私も彼らにその仕業に応じその手の技に応じて報いようということで、えー、ユダエルサレムはこう、ね、破壊されユダは補習に遭うんですけども70年間でもその後の計画もこれから神様によって語られているというところで、えー、また明日のところに続きをやりたいと思います。 それではまたごきげんよう。